そうですね、僕は、そんな立派なもんじゃないんですけどもね、母校で、広告の映像みたいなところで、ちょっと教えるというほどのことじゃないんですけども、担当してるんですけど、授業担当してるんですけども、美術大学ですよね。で、美術大学みたいなところにおいては、彼らの思考してるところとあんまり相入れないのがテレビのバラエティ番組であったり、矢島美容室であったりとかいうことはあると思うんですね。で、ので映画を撮ることになったと。矢島美容室ザムービーって言ったら、もうそこでまず受けますね。そんなことやるんですか先生、ということで、もう一つのネタとして受けると。でも中にはですね、例えば、ものすごくおしゃれで、表参道原宿にも進出していくような女の子みたいなのも何人かいるんですけれども、そういう子たちは、おしゃれに敏感な子たちは意外と直美さんが好きなんですね。直美さんものすごくおしゃれの高度を持っているので、この直美さんが出るということで結構ポジティブに見たい見たいと言ってくれるんですね。だから学生さんもその個々の思考性によって見る見ないということは出てくると思いますね。一緒に、僕はむさびなんですけど、むさびで一緒に勉強してた仲間と、仲間にも見てたんですけども、反応は意外とポジティブでしたね。でも主によくやったよと、よくまとめたよとそこの部分の力量でしたけど、面白かったことは確かみたいでね。ただ彼らに、僕がやったことでもなく何でもなく世の中に存在してたとしたら、彼らが行くかというと、ね、アバターには行っても矢島には行かないという、ね、そういう人がいるんだなと。矢島美容室って伏せた方がいっぱいお客入るとかね、極端に言うと、それぐらいのものでも、それぐらい矢島というのは国を持ったキャラクターなんで、松竹さんとしても一番苦労するところであると思いますけどね、自分にとってはもうやっぱり。テレビでは見れないような、スペクタクルを見るということが自分にとってちっちゃい時の映画に対する思いでしたよね。だから、弟とかと一緒にとか親と一緒に見に行ってたものというと怪獣映画ですね。で、怪獣映画はやっぱり映画館で見ると怖かったですよね。家とか壊れるから。で、テレビではウルトラマンみたいなのやってたんですけども、これとはまた全然違う感じで、暗さがあって怖いなっていうのが、僕の映画を最初に見ていた時、最初に出会いというところだったんじゃないかなと思うんですけどね。で、それから、物心ついてからは、覚えてるのは激突ですね。これも弟と二人で見に行ったと思うんですけど、車すごい好きで、激突というなんか車が激突する映画があるらしいぞと、見に行ってみようかと行ってみたら全然激突しないんですよね。怖い怖いトラックが、追っかけてくるという、なんかこう心理ドラマみたいなんで、スピルバーグという人が作ったと、その第一作であるということを後で知ったんですけどね。で、スピルバーグってもしかしてあのスピルバーグみたいな、後で知ったんですけど、激突の人みたいに思ったんですけども、それからはもうご多分に漏れず、でも同じようなスペクタクルを見に、スターウォーズ見に行き、ET を見に行きみたいなことですよね。なんかちょっといわゆるハリウッド的なものに、を見に行くという。で、仕事で、ハリウッドの方にも結構行くことが多かったんですけども、これも映画館にはなんかやっぱり非日常的な、
ある種の空間体験をしに行くということで、僕は映画というものを、まあ、若い頃はずっと見てましたね。で、だんだん日本の映画もおもろいやんとか、渋いのもええなとか思い出すのは、やっぱり年取ってからとか40ぐらい超えてからですよね。それからはなかなか渋いものも好きなものもいくつか出てきて、うん、昔はやっぱりそうやね、日本でいうとスペクタクルはやっぱり黒沢映画 を見ると、これはもう、VTR で見てましたけどね。まあ乱とか影武者は映画館行ったんですけども、七人の侍とかは、実際リアルタイムでは見てないので、これは見てすごいものがあるなというふうに思いましたね。主に活劇やね、でもね、うん、基本的には活劇やなというふうには思いましたけどね。でも大体の映画は僕感動してしまうんですよ。で、結構そこは免疫がないというか、まあ、ほとんどのものは泣いてまうという感じですね。パパ見てる？ママが寂しがってるわ。早く帰ってきてあげて。何も言わずに姿を消した父親と、ママ！ちょっと何してんの？残された家族。ママには分かるのかもしれないわ。パパはもう戻ってこないってこと。矢島美容室、デビュー前の物語。ストロベリーのお父さん家出しちゃったらしいのよ。私、女優になってオスカーを取るの。ナオミ・カメリア・ヤジマ。現実を見たらどうなんだ。聞いてるこっちが恥ずかしくなる。ひょっとしてあなたもお出になるおつもりかしら。ポールダンスの方がお似合いじゃなくって。一体どういうつもりだ。おい、その名をつまみ出せ。ナオミ、今週じゃかな。よいしょ。豪華キャストと共にお送りするありえない感動と爆笑がネバダから上陸。ついに明かされる失踪した父徳次郎の正体とは。ジャパンの東京にパパがいるかもしれない。だから探してくる。失った家族を取り戻す旅が今始まる。時を矢島美容室ザムービー。勇気を出して夢をつかまねばだ。矢島キティのコラボをゲット。さらにファン感謝祭へゴー。